デカワですね。というわけでやっていきたいと思います。あれ、ああ、うん、空はいつもそうやって突然起きるの？この前も飛び起きてた。今日も飛び起きた。まあ、目開けていきなりこんな美少女いたらな。この距離だとよく見えるから。嫌だった？なるほど。よかった。よく眠れた。元気になったよ。朝はいたけど、今はいない。服を買いに行けって言われた。一緒に行ってあげないとな。だな。川じゃん、スカじゃん、スカじゃんじゃなかったな。一緒に行く。私も一緒に行く。かわいい。空の友達、会ってみたい。めっちゃいい子じゃないですか。行こう。どういう反応するんだろうな。行かないの？空。自動じゃなかった。まさか。3本？どうして？禁止じゃないか。なんだ？よく見える。メガネか。いいっすね。よき。あ、これ何？これ、あ、これあれ知ってる。これ前作でしょ。あの、なんだっけ、あのリンゴニュートンのリンゴの木だっけ。あれちょっと気になるんですよね、あの作品。前作っていうか、左のやつわかんない。左もあれかな。まあでも同じ会社のやつだ。わからない。星がぼやけてるとは最近思ってた。おお、よく見える。およ、お兄ちゃん。あ、二人いる。
おはようソーラ。そうなるわな。はずき、かぐや、さ、だよね。かぐやでいい。うん。美人が3人。山梨、みずきです。うん。あ、顔が。よく覚えてたね。合ってるよ。山梨みずきとコスモアキナ。ラジオの2人。そっか、かぐやさんもラジオ持ってるんだもんね。ありがとう、聞いてくれて。コスモアキナ、空の友達。山梨みずき、空の妹。うん。うん、私は義妹な、一応。義妹？血は繋がってないんだよ、私たち。なあ、兄よ。そこを補足するんだ。山梨みずき、空と血が繋がってない妹。それで、お兄ちゃんは何してるん？服？この格好目立つって、椿が。目立つかな？まあ、確かにちょっと暑そうではあるけどね。夏真っ盛りだしな、今。当たり前だろ。成山氏舐めんなよ、童貞。童貞？やめろ。お兄ちゃんが女の子の服買いに行くとか、世も末だな。なんだし。ん？ん？まあ、見ての通り、お客さんいないし、早番だからシフトあと15分だし。グッドタイミング。服選びを手伝えと？山梨みずきも。コスモアキナも服かわいい。ひょっ。まあ、私はこれお店の制服だけどね。その腰についてる緑のかわいい。おお、マジか。初めて共感されたマーラ様。失礼な、チャンコン君に謝れし。うん。うん。復唱する必要あるかな、それ。エッチな形？兄よ、今のお前の姿の方がちゃんこんくんの形より圧倒的に危険ぞ。ちゃんこんくん？そうだし、ちゃんこんくんだし。僕はちゃんこんくん。お茶の魂と書いてちゃんこんくんだよ。チンチンじゃないし、エッチでもないよ。茶柱のせいだからね。茶葉？チンチン。言わせんな。そんなことはないよ。女の子はみんな心のどこかでチンチンを愛しているんだよ、ツバ。何言ってんだこいつ。おい、協力してほしいんじゃないのか、兄よ。教育上なんかあんまりよろしくない言葉が飛び交っているな。どうてめ。二人の会話はとても早いね。みんな仲のいい人と話すと早くなるの？あの、はずき、かぐや、さん？かぐやでいいよ。かすもあきな。空港に一人で住んでたっ
って本当なの？しばらくはお母さんもいた。死んじゃったけど、うん、そっか。その後は鳩がたくさんいた。一人で住んでたわけじゃないよ。うん、リアクション難しいよな。うん、こういう服が欲しいの？かぐや。うん、山梨瑞希の服かわいい。着こなすのは一筋縄ではいかんぞ。でも、うん、かぐやには素質あるね。胸もそんなに大きくないし。ふむふむ、見すぎなんだよ、童貞。この辺だと成山駅のショッピングモールかな、一番近いの。うん、近くの服屋もずいぶんなくなっちゃったもんね。となると電車かな。うん、地下？今メガネ買ったところ。あ、そのメガネ今日買ったんだ。いろいろ揃えてる最中なんだね。電車乗るの久しぶりだな。今日なら帰省ラッシュも落ち着いてるし、座っていけるんじゃない？うん。うん、私は大丈夫だよ。成山駅の方行くの久しぶりだし、ちょっと自分の買い物もする。ええやん。いいよ、このままで大丈夫だよ。ちゃんこんくんもつけてきたし。うん、全部大丈夫だよ。ちゃんこんくんつけてきたし。ちゃんこんくん万能説か。そういえばあれって結局どうなったんだっけ。うん、第4ターミナルと一タミつなぐ地下リニア作ってたよね。懐かしいね。そういえば当時結構大々的に工事してたよね。ああ、まあそれもそっか。町自体人がどんどん減ってるもんね。維持してくれてるだけでありがたいよ。繁盛してるのはアキナのコーヒーショップだけか。いやいや、別に私のお店じゃないから。だな。それで服は私が選んでいいのかな。アキナに選んでもらってもいいけど、多分胸がスースーするよ。ちゃんと相手に合わせて選ぶから。あら、嫌だわ、強者の余裕。言っとくけど、大きいのは大きいので結構大変なんだからね。可愛いブラがあまり見つからないと聞いたことがある。どっかで言ったことある気がする。気のせいか。あたしもそのセリフ言ってみてーわー。まあ胸のサイズはとにかくとして、確かに体型近い人が選んだ方がいいかもね。まあそれはそうだな。ちゃんこんくんを可愛いと思う感性の持ち主だし、私が選んでもいいよ。そこ大事なんだな。よし、じゃああのお店行こう。私のお気に入り。お兄ちゃんたちはちょっとその辺で待っとき。選べたら呼ぶから。オッケー。20分くらいかな。そうだね、それだけあれば十分。探すの大変だから、お店から見える場所にいてね。先にちょっとだけこのフロア見てみよっか。ソラ、
いい子なんだろうね。うん。葉月かぐやさん、たまたまああいう親の元に生まれてきただけで、子供が親を選ぶことはできない。そうでしょ、ソラ。そうだって言ってよ。頭では分かってるよ。だけどさ、だけどあの子すごく似てるよね。うん、全てはもう人工馬と好きなんでしょ。やっぱりすぐには仲良くできないよ。そうだよな。謝るのは私だよ。ごめん、私ちょっと空に甘えてる。ありがとう。ソラはどっちかっていうと聞き上手だね。話し上手というより、うん、いやいや、私も素人だから。電波食いがなかったらか。そんな世界が本当に来たらいいね。あの子が言ってた電波食いを止める方法、ゆうべ空が言ってたよね。何か教えてくれた？そっか。うん。本当にそんな方法があるのかな。もしそれが本当で、あの子が電波食いを止めてくれたら、私もあの子のこと心の底から好きになれるかな。なかなか空みたいにはいかないな。そう、やっぱ名前がいいのかな。開放感あるもんな。私はオータムだし、なんかこうちょっとアンニュイな感じなのかな。すが、気に入ってるよ、すっごく。うん、だからラジオを作った？自分を変えるために？じゃあ大成功だ。ソラがラジオを作って、私とアザミの教授を引き入れて、たくさんの人にラジオが渡った。今では日本中でその人たちがラジオを楽しみにしていて、ソラをがんじがらめにしてる包囲網に穴が開きつつある。でも、きっかけは空が作った。それに、私は空のラジオを聞き始めて、久しぶりに、
それこそ15年ぶりに今一人じゃないかもって思えるようになったよ。そうだったんですよ。だな。だからこうやって夏休みに私と二人でショッピングモール歩いてるんだもんな。一思いにやってもらえればまだマシだね。このまま本当に全部うまくいけばさ、空につながりが帰ってくるかもしれないよね。その時、空とリンクしている空くんの心も誰かとつながるのかね。どうかな。その相手がもしも私だったら、空の童貞なんて早々に失われてしまうかもしれない。おい、ちょっと。どうかな。おっと。そんなにお見えないでよ、私が落ち込みそう。願ってもないですけど。相手が私だったらいいな。なんでもないよ。そろそろ戻ろっか、瑞希ちゃんのところ。めっちゃ嬉しいこと言ってくれたぞ。俺は聞き逃さなかった。いい子だな。このゲームの女の子みんな魅力的すぎますね、ちょっと。誰って選ばれたらすげえ困るな、このゲーム。お兄ちゃん、あ、終わってるみたいだね。行ってみよう。女子いい店。ソラ、どうした？童貞だから女の子の服屋さんってだけで勃起しちゃった？童貞だから。ほれ、これなら馴染むだろ、世の中に。ええですね、これ。さすがですわ。ナイスコーデ。さすがだね、みずきちゃん、センスいい。これなら椿何も言わない。グッチョ。空だけが知っている。なかなかに似合ってるよ。ノーブラだったのにはさすがに驚いたけど。そうなの？ブラジャー的なあれってこの世にブラジャーしかないだろうが。初めて聞いた。あまり必要だと思わなかったから。かぐやにそれ言われると普通につけてる私の立場なくなるからやめて。え？殺すぞ童貞。普通に謝るなし。あ、じゃあ私向かいの店で買ってこようかって。サイズがわからないわ。 C の65だと思うよ、生で見たし。おう、 OK。かぐやさん、ちょっと待っててね。ありがとう、コスモアキナ。かぐやでいい。似合う似合う。街の景色に馴染んでるね。涼しい。サレオツだな。お兄ちゃん、もっと気の利いたこと言えないわけ？かわいいとか、にゃうとか、そそるとか、いろいろあるでしょ、普通。そそるはいいのか。
かわいい。かわいくて似合うけどそそりはしないと。なるほどなるほど。おい、サラ、用事はこれで終わり？他に買うものはないの？公園行ってたな、そういえば。公園？この辺に？空港の近くじゃなくて？場所は覚えてない。うん、成山駅の近くか。確か、ここと学園のちょうど真ん中あたりにちょっと大きな公園あったよね。知らなんだ。一応この辺のガイドの本とか買っておいた方がいいかもね。本屋に売ってると思うよ。私、せっかくだからお茶っ葉見ていこうかなって。専門店があるんだよね、2階に。私もなかなか来ないからちょっと見てから電車で帰ろっかな。じゃあ私たちは一緒に見て回ろっか。うん、そうだね。うん。何してたの、ソラ？ラジオ。そうなんだ。オッケー。じゃあここで。お兄ちゃん、今日ラジオどうする？うん。特に秋だな。頑張る。お手紙も地方から届き始めたし、北は宮城から南は広島までだね、今のところ。すげえ。あのラジオ、どこでも聞けるんだね。すごい。今日も放送するの？うん。聞く。うん。まあ、目的がな。今からだったら、のんびり歩いても、日が暮れる前に学園に着くと思うよ。サラ、またね。かぐやも、また、話せてよかったよ。私も、この服、気に入った。ありがとう、山梨みずき。うん！意外だったの？意外だったんだけど、あー、やりづれーよな。うん。歩ける？あ、というわけで、切りが良いので一旦切りますか。だいぶあれですね、イメチェンしましたね。可愛らしい。